マアナゴは、ウナギモクアナゴ科に属する魚類。浅い海の砂泥底に生息する魚で、微味な食用魚でもある。メディアを再生する、マアナゴ最大全長1 0 0トル。全長は、オス4 0ンチメートル、メス9 0トルほどで、メスの方が大きい。ウナギに似た細長い体型をしている。体は、褐色で、側線状に白い点線が並ぶ。また、 口を閉じた時に、下顎が上顎に隠れるのも特徴である。大型のものは、顎の力が大変強く、釣り等で捕獲する際には、注意が必要である。北海道以南から、東、シナ海まで分布し、浅い海の砂泥などの低室に生息する。昼間は低室に潜って休み、夜になると泳ぎ出て、獲物を探す。食性は肉食性で、小魚、 甲殻類、貝類、糖塞類、多毛類などいろいろな小動物を捕食する。うなぎ目共通の初期稚魚であるレプトケファルス妖精は春に現れる。旋回に接岸したレプトケファルス妖精がうなぎ型の稚魚に変態を行う場所もよくわかっていないが、変態直後の稚魚は小石や貝殻に飛んだ低質の場所で夜間採集により発見されており、昼間は 生魚のように砂に潜るのではなく、海底の小石や貝殻の間に潜み、夜間活動して、横エビ類を主体に接触していることが解明されつつ、ある。日本ウナギと同様に産卵場所は、長年の謎であったが、2008年水産庁の調査船海洋丸を使用して行われた、ウナギ産卵情勢態調査により、産卵時期と場所が明らかとなった。産卵時期は6月から9月。 場所は、沖の鳥島南方沖の九州、パラオ海嶺付近である。日本では重要な食用魚で、カゴ漁、アナゴ釣り、ハエナワ、底引き網などで漁獲される。7月から8月にかけての時期が旬である。身は、白身で濃いうま味があり、うなぎより脂肪が少ない。天ぷらや、皮焼き、魚肉練り製品、醤油で煮てに穴ごとし、寿司種などにされる。 マーナゴを用いた郷土料理も数多い。制御だけでなく妖精であるレプトケファルスも食用とされる。高知県では、のれそれと呼び、トサスにくぐらせて踊り食いにするなど高級食材として販売されている。他にも、関西では、ベラタ、兵庫県淡路島では、花タれなどと呼ばれる。シラス漁で混格されることが多く、近畿地方でも春には、 のれそれの名で飲食店のメニューに登場する。アナゴは、うなぎと同様、血液と粘膜に、タンパク毒を含む。うなぎと違って、含有量は微弱ではあるが、素人が調理する場合は、刺身などの生食は避けた方が良い。毒物質は、タンパク質であるため加熱すれば変性し毒性を、失う。漁獲量が減少しているため、増殖に向けた研究が行われ。 地魚からの養殖が近畿大学水産研究所らのグループなどにより成功した事例が報告されており、養殖魚の商業疾患も行われている。しかし、完全養殖技術の確立はされておらず、新魚の成熟、排卵、孵化に成功した研究段階であり、実験室レベルの完全養殖にも至っていない。平成14年度測り目、金量目銀量目。 星アナゴトウヘ平、デンスケ、ビリ、メソ、ホンメジロメジロなど。また、妖精であるレプトケファヌスは、ナガタンクラゲ、ノレソレ、ハナタレ、ベラタなどと呼ばれる。ありがとうございます。